白雲館は、中華人民共和国北京市の西敏門外約1キロメートルにある道館である。道教の二大教派の一つである、前進教の本山である。白雲館当地には、唐代には、当時の優秀に、元僧が混流した、天朝館が建てられていた。それが、現在の白雲館の古地に相当する。以後、領代、近代を通じて、この道館は、 この地方の道教の中心的な役割を果たした。近代には明正中に孫明道が銅像の調院を完成させた。大金元と宝像と称されるもので6,455巻あった。この道館が全身教との関係ができたのは大定末年の頃からである。岡長春ら全身七新人が緊張の直令によってここに死縮したのがその端緒である。 以後、1224年に、岡長春が西域より帰還した時には、近室より超東宮の章を賜っていた。同時に、全新教殿下第一総輪の位置を確立することとなった。現在の教域は、岡長春の遺骸を葬ったところ順道を、その中心とする配置をとっており、その造営は、岡長春の奉仕である陰死兵の手によって指揮がなされた。広大、 全身教は多くの文化が生まれたため、白雲館は全身教の流門派の総本山的位置にある。また、民腕の正当銅像が漢本で所蔵されていることでも著名である。ありがとうございます。